近鈴子です。本日の動画はファミリー対教育大学京都芸術大学の、得意不得意がすごく分かれる、実技課題です。ポイントは大きく5つにまとめました。それではやっていきましょう。ポイント1、道具選びは大事ね。今ちょっと映像の方に映っているサーシ、物差し、定規、これ今ね手に持ってるの金属でできていますね。小さいですね。手に収まるサイズですね。硬いですね。で今度は定規、三角形、定規は、分厚いでプラスチックでできてますね。で端っことか押さえれそうですね。紙に対してどんなアプローチがかけれるでしょうか。でハサミ、これちっちゃいですね。指がちょっと窮屈そうだ。でこれは親指がスカスカで左右対称の形、この穴いいですね。親指疲れなさそうです。そうですね、使いやすそうなので使いやすいやつを取っておいて、まあ、あとはねちょっと持っていかないようにしましょう。カッターも3種類あります。普通にね、何でも切るカッターのタイプと、これは鉛筆とかね削るときに使ってます。あとが、デザインナイフ、細かいですね。ちっちゃく切るときにはこれが良さそうです。でも、鉛筆の方はねこれ使わないですね。ペーパークラフトで、そして鉛筆下書きとかねしていこうかなっていうところで、コンパスもね一応用意しておきましょう。コンパス大事、正円描くのってね大事ですよ。綺麗な形作るので、 H ぐらいの鉛筆1本置いてあります。で必勝アイテムとして以上、鉛筆とシャープペンシルを持っていきましょう。小さいカッターと大きいカッターで、指が疲れないハサミに、硬くて薄い定規、ごつい定規、あとね、ちなみにこんなちっちゃい三角定規とかね、あれば、細かいところをギュギュって押さえたりね、ボンドくっつけるときに便利なんですよ。この二つはね、ボンドくっつけるとき、手が指が入らんときに便利です。ぜひ、用具の中に入れておいたらいいです。そして、ポイント2、完成イメージ、エスキースですね。面と線で考えましょう。三角形、四角形、丸、大体形っていうのはこれの組み合わせでなります。三角形に丸でくり抜いたり、三角形でくり抜いてジグザグにしたり、円を、の一部をね、直線の直方体で、また三角形でと組み合わせでどん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 形っていうのは変わっていきます。作ることができます。でその中で一番自分が主になっていく形作っていきましょう。さっきもちょっとコンパスで言いました。声援が感じられる局面、局面に声援がくっつきそうな、そんなカーブが描けれる形ってすごく綺麗ですね。これを実際の作品に当てはめていって、今回はですねボンドの接着方法でいきたいので、普通の、ね、四角形作っていくよりかはこういう局面の方がねくっつけるの苦手という声がよく聞こえてきてますので、今回は局面でいきたいと思います。今画用紙に書いているのは、黄金比率ですね。長方形の黄金比率でぐる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 と永遠にね、正方形と作って削っての形、これもね作品作りに取り入れたらいいかなと思います。でね、もう一度ちょっと形をね、実際まだ何も考えずにね、デモンストレーションで動画撮っていってますので、どんな形作ろうかなって今試案してるところですね。で大体エスキース4つか5つアイディア出して、でボツになる部分が多いと思います。バッと印象で頭にパッと浮かぶインスピレーション湧く時と湧かない時ありますし、でね、試験の時ってね、なんか作ったことのない形作るよりかは作り慣れた形作った方が間違いないので、でそれをどうテーマに合わせて組み立てるかみたいに考えたらどうでしょうか。
でね、まずはね、側面から見た状態と、斜め45度から見た形みたいなのをちょっと照らし合わせながらエスキース作っていってみてください。これにね、しっかりと時間かけていいと思います。だって作り出したらね、もう止まらないじゃないですか。でも紙も制限ある枚数なので、やり直し効かないので、やっぱりここで自分が納得いく造形と大きさでテーマに合っているかどうか、しっかり考えておいた方がいいですね。で、これは僕が何作ろうかなって考えている中で、それでも、いろいろ迷いながら大きさですね、ちょっとしたバランスみたいなのを、考えてます。ポイント3、下書き線細く薄く、これはもうそのまんまのことです。濃いのはブッブーですね。やっぱりね、薄くないと、そして細くないと、ここからカッターナイフで、入れていって切るわけですから、で、切った断面に鉛筆の黒い線が残っていたら、やっぱり造作としては汚く感じますし、で、太いとね、1ミリ2ミリずれてしまうんです。なので、ね、細く薄いのでいきましょう。もうこれはもうそのままです。で、それをね、今ちょっとコンパスでもね、こういう風に僕も今こう、この動画を撮りながら一個作っていこうかと思ってますので、はい。で、こんな感じですね。はい。紙をまず二つに折ったのは、二つ同じ形作りたいからです。で、定規で切るんだけれども、この定規斜めになってるとこと、まっすぐになってるの。切るときはまっすぐな方で切りましょう。斜めの方だったらね、これはちょっとね、ミスしやすいです。斜めに、カッターナイフが、定規に残っていってしまう時があります。しっかり押さえて、でしっかり切りましょう。はい、切り取りました。ちょっと早送りでね、ここは送ってます。ポイント4、のりしろ作りすぎ禁止。のりしろね、こう接着するのがまだ不慣れな方とかだったら、なんとかのりしろつけなければ、小さい時にね、小学校の時とかで雑誌の付録にね、山折り谷折りのりしろにのりつけてくっつけるとかありました。もう今はないんか、わからない。で、それでもね、のりしろって必要な部分ってあるんです。でも、この動画を最後まで見ていただくと、あ、のりしろそんなにいらん、今まで使ってたけど、これぐらいのことやったら、のりしろなくっていけるんだっていうポイントがあるんですね。で、そういうところはね、この動画を見終わったら、なんとなく自分たちの中で取り入れてもらえるところあると思うんで、見ててください。で、一応それでものりしろ必要なので、ちょっと細かく切っておきます。で、この今手に持っている長方形2つ、例えばね、これをこうくっつけたいと。で、これ、こうやってくっつけるときに、長い面くっつけるのと短い面くっつけるのでは、難易度が変わってくると思うんですね。で、こういうときに、のりしろ、こういうふうにですね、ペタッとくっつけて、接着をね、頑丈にしていこうかという考えが、のりしろの必要だと考えるところです。でもね、この動画で僕は今のところは、のりしろ使わずにくっつけます。それはね、ちゃんと切断した面でですよ。切断した面と面をくっつけるのに、使いません。これぐらいだったら使わない。で、のりしろはまあそういうところなんですけれども、例えば、まあ、こことここをもう何だろう、この曲面にくるんとこう丸めたいなっていう時に接着、まあ、しないかんのですね。で、その時にまあこれだったら別にお互いがのりしろになってくれるわけなので頑丈ですけれども。一つだけね、これがものすごく大きなものや材質が硬いものみたいな時は、
ほんのちょっとだけ、のりしろ作らずに造作すれば、くっつきやすくなります。ボンドをくっつけた上でさらにこういう形で噛み合わす、でボンドでくっつけるとなかなか取れにくいです。でボンドの付け方はこの後で伝えていこうと思います。まず今のりしろっていうものが、必要か必要じゃないかというところで、作りすぎる方が多いので、それはちょっと減らしていこうよっていうところです。時間がかかってしまうからです。のりしろに頼るとこういう曲面の時とかだったら、こう曲面のりしろはやりにくい。こういう風にもうくっつけた状態のりしろは。でポイント5、ボンドの扱い方、これが長いです。1番、今回まず接着時の便利アイテムとしてヘラ、スプーン、パレットを、残りの材料で作っておきます。これ大事です。このポイント5はね、すごく長くなりますし、一番大事なところだし、みんなに覚えておいてほしいところ。はい、こんな感じでヘラ、スプーン、パレット、こんな形なんです。後で出てきます。まずこんな形作っておきます。ここも結構僕が練り上げた中で大事。あとのりしろね、いつもながら端っこまで無駄にせず、与えられた材料を最大に使いこなしたら、とても大きくて迫力のある画面作れると思うので、まあ、試合なのでね、試験なのでね、しっかりと迫力のある答えを作っていきましょう。でそのために今材料、作るための材料で道具作ってます。出ました、木工用ボンド。これが皆さん最初の頃苦手やっていう、得手不得手が分かれますね。ボンド得意だっていう方と、ここね、こうやってくっつけるのに、ね、間違った使い方、こうやっていきなり、ボンドを紙にグリグリグリってくっつけていきます。これ間違いです。これするとね、いっぱいついちゃうじゃないですか。いっぱいブリブリついたところつきにくいところもできるし、いっぱいついたところって乾きにくくてめちゃめちゃ待つのに時間かかるんです。で、正しい使い方なんですけれども、こういったもう余りの紙に先にボンド塗っておきます。で、塗って置いておくんですね。でそれもまあできる限りこういう風に平らにちょっと伸ばしておいて、パレットの上でよく乾燥させておきます。でボンドは出してしばらく経ってからが一番接着しやすい状況になるんです。でこの長いパレット、この後大活躍します。これにもこういう風に入れておきます。そして乾燥させておきます。結局ね、くっつけるときにね、押さえてる、くっつくにずっとギューって押さえてる時間が短い方が有利なので、それを作るためには、その時間を作るためには、ボンドを乾かしまくるんです。で、今のところ、先からずっと持ってる長方形をくっつけるというところでデモンストレーションにしたいと思うんですけど、こういうふうに、こう、ヘラでね、こう作った小さいヘラでこうやって作ると、まあまあ、濡れんことはない。濡れんことはないんです。でも、これ見てください。さっきのアイテムいきます。これすっごい便利なので。はい、濡れました。どうですかこれ。これ結構使えるんですよ。で、ボンドってね、ここ今、これとこれくっつけるために片一方塗ったけれど、両面塗ってください。くっつける方、くっつける面、両面に塗っておくんです。さっきも言いましたけれど、乾かさないとくっつかないんですよ。すなわち、紙にボンド。で、ボンドとボンドがくっつく。これ一番接着しやすい状態なんですね。で、ちょっと乾かさんとダメです。両方にちゃんとボンドが
くっついている状態で、これでのりしろいらずで作っていくことができます。で、乾燥させている間に次の作業に移りましょう。時間をもったいなくさせない、試験の間にいっぱい仕事していきましょう。で、こっちはちなみにちょっとのりしろをわざと使って見ようと思います。ああいう風にね、平たいパレットにもうボンドをくっつけてあります。もう乾燥しだしてるので、こういう風に薄くですよ、しかも薄く引き伸ばしてボンドでくっつけます。分厚いと乾燥が遅いです。薄くってちょっと空気に触れて乾燥していっている時間の時にペタッと紙にくっつけるとめちゃめちゃ早くくっつきます。一瞬ですね。で、それをちょっとね、焦ってしまったり分からずに、プリプリってつけて、たくさんつけてギュッと、押さえてると10秒経っても20秒経ってもなかなか乾かないと。で、なかなか接着できない。で、手離したらまたポロって剥がれると。で、そういうことになってくるとだんだん焦って焦ってで、だんだん指の指紋とかもついてですね、なんか造作が汚くなっていくと。白い剣塗紙とかだったらなおさら指の指紋とかがボンドでベタってくっついて目立って汚くなってしまう。これちょっともったいないので、焦らずにするためにボンドを乾かしながら塗っていくと接着もいいですし時間短縮にもなります。はい。で、これもね、両面塗ったところで乾かします。で、元のやつに戻ります。これテンポが大事ですね。はい、両方乾いてます。これペッてしたらね、もう勝手にくっつきますよ。こんなもう完全につきやすい状態です。完璧です。で、これをカチッと合わすだけ。のりしろはいりません。ペタってくっつけて角度をその時に決める。落ちちゃった、落ちちゃいました。落ちても取れない、大丈夫。角度はね、後から調節していきましょう。で、ボンドちょっとはみ出てたりとかします。これね、どうしようもないんです。ここまでは細かく気にしてたら作業前に進まないので、さっきののりしろみたいなちっちゃいパーツでギューンとこすり取っときましょう。こういう風に拭いたりする作業にもちっちゃいのりしろとか便利なので、パーツはいっぱい細かく散らばしておきましょう。綺麗にくっつきました。もう大丈夫そうですね。はい。あとは角度をつけてどのぐらいにしようかなって考えて、で、ずっと持ってるわけにはいかないので、まあ、いろんなもので固定したりします。今回はもう立ててるだけでね、いけそうな感じ。じゃあ、さっきしていた、ボンドくっつけてた方に、こうやってね、くっつけていきましょう。うん。これとこれですね。はい。さあ、で、これも、さっきと同じですね。ボンドくっつけたんですけれど、あまりにも乾くのが早かったので、もう一回ちょっと塗っとかなあかん状態でした。このパレット状のやつもね、どんどん乾いていくので、タイミングね、うまいことしないといけないです。で、これね、こうやって合わせます。ちょっと画面からね、これちょっと撮影失敗したかな。あ、そうそうそう、こういう風にね、こういう風にくっつけましょう。のりしろが外に丸出しの状態。これね、ひっくり返すんです。この後、これひっくり返すんです。外を内にして、内になってるとこ外にするんです。すごい無茶な動かし方しますけど、ボンドがちゃんとくっついてたら大丈夫なんです。で、のりしろくっつけて、それ以外のところも、ボンド、乾き気味のボンドをパテのように塗っておきます。この断面図、断面と断面のところに塗っておきます。これ便利です。さっきから何度も登場してますね。この溝になってる長いパレット。これ便利です。ギューンと。で、短いのを作っておいたら角度も変えれますのでね、どんな面でもくっつけれます。こんな感じですね。いいですね。これひっくり返すのがめちゃめちゃ楽しみなんですよ。ただ乾くまではここは待っとかないといけないですね。はい。置いときましょう。ペタってくっつかへんように、さっきの塔の上に。で、今ね、ちょっと、編集でカットしました。乾きました。ひっくり返していきましょう。裏返しましょう。どんな形になるのかな。ここ。
この角度、この曲面、めちゃめちゃおもろいです。ちょっと隙間空いちゃったかな、ちょっと隙間空きましたね、うん、のりしろの、のりしろ焦りすぎました。まあまあ、それよりもこの形、この曲面面白いですよね。 A みたいな形ですね。こんなん作るの大好きですね。けど今回はそうではなくて、完全に全部裏返します。全部裏返します。そうです、これ全部裏返します。この状態でもね、十分楽しいんだけれども、今回ねデモンストレーションも兼ねてますので、まあひっくり返しましょう。この時はね、結構温度は信頼してるんだけど、慎重にゆっくりやってます。画面の外に飛び出しましたが、はい、裏返った、裏返りました。さあ、でここからはね、実際に作っていきましょう。今みたいなことをねやればいいんです。このね、一番大きい大きいものを作っていきます。こう開いてギューンと開けたいんです。ってことはこっちの面ね、ここをビシッとボンドでくっつけます。で、のりしろいらない、のりしろいりません。今さっきね、のりしろでやったらちょっと隙間空いたでしょ。のりしろにね頼るとね、曲面ってねやっぱ危険なんですよ。のりしろってやっぱり 3mm、4mm の分厚さがあって、そこは少なからず直線になってしまうんですよね。これがね、曲面に来ると危険なんです。曲面はのりしろいらずでいきたいと思います。さっきから何度も登場しているね、この武器でしっかりボンドを塗り込んでいきましょう。これ便利ですね。うちのね、教室に通ってくれてる生徒さんには直々にね伝えていってますし、で、この動画でね、なんとか行き着いて見ていただいている、受験生の方何名か行ってたらいいな、その人たちの役に立てば、ね、いいかなと思って動画を撮ってます。この曲面、大きくなれば大きくなるほど、くっつけるのに自信がないっていう方はよく聞きますけれども、全然へっちゃらです。ちゃんと乾かすことさえできたら、今ね、この直接ブリブリって塗った状態でこのまま接着していきます。ギューンと。これでもね、慣れてくればダマにならずにくっつけることができるんです。このパレット、長いパレットがねちゃんと三角形になってますので、ね、無駄なところがなく、そしていらないところはへつればいいみたいな感じでね、キュンキュンとこうくっつけることができます。皆さんはどうですか、ボンド今まで、こういう曲面作るときはどのように接着されてましたか。まあさっきも伝えた通り、曲面にのりしろはかなり難しいかなと思います。で、ボンドはもうちゃんと半乾きの状態になってるのを使った方が早く接着できます。で、今回みたいに開きゃいいっていうやつは閉じてくっつけましょう。後で開けばいいんです。開いて無理くりくっつけんと、この状態で十分です。後で開きます。ボンドはちょっとやっぱり柔らかさを保ってくれますので、ちょっとぐらいやったらね開きます。なのでこのまま放置で大丈夫です。さあ、でね、この造作は今からこう乾いたら開いて後ろの背面を作らなくちゃいけないので、これもまあ自分が作りたい角度、僕今回ちょっと薄っぺらくやりたいなと思ってますので、薄い三角形作っておきます。で、この長さ、背面どんだけの長さがいるのか、わしゃわからんです。わしゃわからん、やってみるとわからん、だから計算もしてないです。まあ末広がりでどんどん広がっていく感じに
なればいいので、まあ、それは直線でいい。で、これだけだったら足りなければ、予備で、さらに継ぎ足しができるように、もう一個、もう一パーツ作っておいたらええかなって思ってます。うん。これも、あんまり測ってないですね。まあ、どんどん末広がりになっていって、で、余ったパーツはカッターで切ればいいやっていう感じなので、そんな感じです。はい。造作するものによってはちゃんと測って作りますけれども、こういったものはね、そんなに測らなくても作れますので。で、どうしても時間が、試験の時間、間に合った試しがないと、今まで練習したけど、試験内に収まったことがないっていう方は、こういったのを測らないでいい。で、くっつけやすい。で、一個作れば結構破壊力のある形になるもの。みたいなのを練習しておいたらいいのかなって思います。さっきの、ポイント2で伝えてた感じなんですけど、やっぱり曲面と直線。これもね、面と線。両方大きな印象を変えることができます。はい、ちょっといろいろ作って慣れておきましょう。はい、で、あ、もう皮いってますね。完璧にくっついてますね。今開けました。十分ですね。十分いい乾燥してます。はい、綺麗にくっついてますね。で、こっちもね、また塗っておきます。焦らないで、両方塗っておきます。はい、でこっち塗ってちょっと乾かして、今度こっちにも塗ります。やっぱり両面くっつける方とくっつける方、ん？くっつける方とくっつける方、くっつける面両方、凹と凸でもないしな、両方にきっちりと塗って両方乾燥させましょう。これがね、こんぐらいのことでね、ベタってくっついてくれるんやったらありがたいことです。本当に他のことでね、時間食っちゃうことになるよりかはね、これぐらいだったらいいです。で、これね、余った部品で、ちょっと実験というか、これもデモンストレーションになればなって思ってやり出してます。これね、僕は撮ってから今声当てしてる状態なんです。定規の、三角定規の角で引っかきました。で、それを引っかいたところが、ま、紙折れやすくなってますので、折ります。折ります。折ります。ま、アグレッシブに、変わった曲面をしました。すると、そこで折り曲げることによって、面が、こうできますね。で、これも、一つの造作として使えると思うので、折り目をつける。よかったら、ちょっとやってみてください。で、動画の方はまた元の作業に戻っていってます。ペタペタと。さっきのところが乾いてます。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 で、もうくっつきが早い。ものすごい早くくっついてます。もう縫って置いといてるので、もう、下手すりゃ、ずれてくっついてしまう。下手すりゃ。今、なんだかんだ手についたボンドのカスとかが本体に突き出してますね。今、ハサミとか使ってます。ハサミとかで、手の届かない内側ね、こう入れてって、くっつけていってます。キュッキュッと。はい、大体できました。で、余りました。後ろのパーツ余ったので、でも、もうほんまにさっと乾いてくれてるので、このまま、ハサミで切っていく。ハサミじゃない。定規当てて、ナイフで切っていきます。この時はもう単なる直線なので、デザインナイフよりも普通のカッターナイフでね、ピーッと切ってしまえば、早いですね。はい。できました。めちゃめちゃとんがった形できましたね。はい。ちょっと先が、雑だけれど、まあ、まあ皆さん、綺麗に、これよりも綺麗に作ってください。下面、
これもね埋めていこうかと思います。こうやって上から紙余ってる紙ペタってくっつけてね、まあボンドもくっつけてっていうところです。ボンドがねこれパレットでだんだん固まってきてます。パレットとパレットの上を置いたらね固まってきますね。はい、でまあその本当に固まりかけがいっちゃんくっつきやすいのでこうやってポンって置いて、であとはカッターで切る。これはねフリーハンドで切るので調節のしやすいデザインナイフの方で切っていきます。で調節しやすいですね。はい、まあ、差し当てて切るにはちょっと怖いかなっていうことで、はい、なんとなくできました。あと微調整もね削ったり、すればできます。こんな感じでですね、今の5つのポイントしっかりと意識していただくだけですごく作りやすくなると思います。どうぞね、試験あとちょっとやからあと時間ないから言うて焦らんと、この動画見て苦手な方はね一回やってみてください。でまた得意やぞという方はねそのままねご自身の面白い形ね、どん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 考えていってください。そしてねまたこんなアイテムあったら便利やったでっていうのあったらね教えてもらえたらと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さん頑張ってください。応援してます。ではさよなら。